マホロバは、西日本旅客鉄道が新大阪駅奈良駅で運行する、臨時特別急行列車である。運転時期により、以下の2系統の列車があるが、本記事では両方とも紹介する。2010年4月から6月にかけて、東海道本線、大阪環状線、関西本線経由で運行していた列車2019年により、大阪東線。 関西本線経由で運行している列車2010年4月1日から6月30日まで、奈良デスティネーションキャンペーンが開催され、多くの利用客が予想されることから、その一環として、利便性向上のために、メイン会場である、平常旧席会場でのイベント開催時期に合わせて、臨時列車が設定された。2010年は、 平城系の銭湯から1300年にあたり、奈良市の平城宮跡を中心として、平城銭と1300年記念事業が行われ、奈良県と JR6 社ではこれに協賛していた。区間及び運行経路は、1988年の奈良シルクロード博覧会期間中に運行された、海上アクセス快速と同じであった。奈良県内及び、 奈良駅を経由する日本国有鉄道 JR の特急列車は定期列車では名古屋駅東和歌山駅間を関西本線半和貨物線経由で運転していたアスカが1967年10月1日に廃止されて以来運転がなく臨時列車としても1988年から翌1989年まで京都駅白浜駅間を奈良線関西本線 半和貨物線経由で運転されていた白浜以来21年ぶりとなっている。八尾駅天王寺駅間には定期臨時を含めてこれまで特急列車が運転されたことはなく当列車が初の特急列車となった。2019年8月に大阪東線前線開業を契機とした新大阪から奈良方面への誘客を念頭に臨時特急列車の運行を発表した。 同年11月から12月上旬にかけての土曜、休日に運転された。新大阪駅から奈良駅までノンストップで運転され、2010年とは違い途中停車駅は設定されていない。当列車の運転には旺盛なインバウンド需要の取り込みや大阪、京都の外国人観光客の混雑を奈良に取り込むことで解消することや奈良観光の振興などの狙いがあるという。 将来の定期列車化や通年運行を目指しており、実現した場合は、現在ハンナ間でも多くの特急を運転している、近鉄に対し、JR にしかできない新大阪直通という利点を活かして対抗できる。一方近鉄にとっても奈良県内のタクシーやバスなどの関連企業の利用者増加に伴う利益が期待できる。マホロばという言葉は、素晴らしい場所あるいは、 住みやすい場所という意味のここで、奈良あるいは旧大和国を称する言葉として使われることが多く、平常線と1300年記念事業や、通常の奈良県内で行われるイベント、施設名称にも使用例があることから、奈良県域への観光客を主な対象とする当列車の列車名として選定されたものである。運転日は2010年4月1日と4月から6月に、 かけての土曜、休日となっていた。運行本数は、午前中の新大阪発奈良行きと、午後の奈良発新大阪行きが、それぞれ一本ずつの1日1往復が、運行されていた。列車番号は、東海道本線に合わせて、下りが 9093M、上りが 9094M であった。車内では、往路と袋で往復で異なったデザインの、 記念乗車証が配布されていた。なお、奈良行の乗客を対象に、抽選で、奈良の土産がプレゼントされ、往路の記念乗車証の裏面には、抽選番号が記載されていた。6月27日のラストランでは、駅員などが、明治時代の制服着用で見送り、奈良駅長の出発合図で発車した。山東地雷奈良でも運用されていた姫の電車区所属に、 所属する381系電車の6両編成で運転されていた。座席指定席4両と自由席2両で、グリーン車は連結していない。当列車は、梅田貨物線を経由するため、大阪駅は通らないが、乗車券を呼び、特急券については、他の梅田貨物線経由の列車と同じく、大阪駅経由で計算する。大都市近郊区間の規定により、 塚本駅伊勢の大阪近郊区間からの普通運賃は京橋、放出、新上経由、特急料金は経路特定区間の規定により京橋、天王寺経由となる。特急料金は全区間で B 特急料金が適用される。特急、ホロバ運転に伴い天王寺駅青駅間が新たに B 特急料金の区間となった。 2010年3月号時刻表において、当列車運転区間が適用区間として図示されている。2名、または3名のグループで利用する旅客向けに割安な料金で指定席に乗車できる、マホロバグループ特急券が設定されていた。一人での利用は不可。2019年11月2日から12月8日までの土曜、休日に運転された。 運転本数は、午前中が新大阪なら、午後が奈良新大阪の1日1往復となっており、上下列車とも山陽新幹線との接続を念頭に置いたダイヤが、設定がされた。2019年3月に全線開通した大阪東線を経由し、途中停車駅はない。列車番号は、関西本線に合わせて、下りが 9021M。 登りが 9022M である。翌2020年も3月から6月にかけて、臨時列車として運転することが発表されたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、5月以降の全列車が運休し、7月以降の運転も行われていなかった。8月22日から運行を再開し、同日から30日までの土曜。 休日に運転され、9月は5日から27日までの土曜、休日に運転される。10月以降の運転予定はない。黒潮で使用される287系3両編成での運転。1、2号車指定席、3号車自由席で、グリーン車は連結しない。特急料金は、A 特急料金が適用され。 通常期の指定席特急料金は1730円、自由席特急料金は1200円となる。インターネット予約サービス E5489 の利用が可能で、E キップ、E チケットレス特急券ともに指定席特急料金は1200円である。ありがとうございます。